安田正史と的場浩司のセカンドベース。皆様明けましておめでとうございます。安田正史です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。的場浩司です。今年もこのセカンドベースご贔屓いただきますようどうぞよろしくお願いいたします。また安田正史、的場浩司、我々2人2020年も素晴らしい1年になりますよう演技にそしてラジオに頑張ってまいりますので、昨年よりなお一層のご声援よろしくお願い申し上げます。そしてこの番組はこの2020年も我々若手俳優安田正史と卒業公演も無事に終わり、これからはまさにプロの俳優として気持ち新たに頑張っていこうと考えております、的場浩司がお送りしてまいります。さてこの番組タイトルセカンドベースですが、まあ、これは僕が野球部出身だからというわけではなく、まあ、2人とも俳優としてですね、まあ、次の、まあ、セカンドの土台ベースになるようにという思いで番組プロデューサーさんにつけていただきました。そしてこの番組セカンドベースは再編集映像配信版として、放送後約1週間程度で、YouTube にアップしていただきますので、ラジオセカンドベースで検索いただきますよう合わせてお願いいたします。それでは今回最初のコーナーは MJ50 のコーナー。このコーナーはプチ一人旅が好きな僕安田正史が毎月山手線の田端駅からスタートして指定する目的駅とその駅数がですね、まあ、必ず往復ジャスト50に、なって、田端まで帰ってくるというコーナーです。まあ、ちなみに、ちょうど50駅にするために、まあ、行きと帰りのルートは、まあ、意図的に変えているようにしております、はい、そして今回向かった駅はですね、はい、新潟駅です。向かった理由なんですが、まあ、新潟県には、何度か行ったことあるんですが、はい、まあ、その新潟県の代表駅である新潟駅に、まあ、行ったことがなかったということがまあ一つと、まあ、今回ですね、まあ、新年を迎えるためにということでですね、まあ、新しいちょっとお酒、まあ、日本酒をちょっと調達しようかなというそういう、まあ、はい、これはまあサブ的な感じですけれども、これ、ね、まあ、その理由でちょっと今回この新潟駅に、お邪魔させていただきました。はい、新潟駅の、概要を少し説明していきたいと思います。1904年明治37年開業で JR 東日本の所属駅となります。2018年度の、乗車人員はですね 37,472人だそうです。まあ、ちなみにですね、この新潟駅がですね、まあ、終着の駅の、まあ、上越新幹線と、まあ、在来線 3路線が、まあ、乗り入れており、まあ、いずれもこの新潟駅が、まあ、起点終点と、なっています。で在来線はですね、新越本線と白新線越後線の3線となっております。で現在の中央区弁天1丁目の弁天公園付近にある位置が、そもそも最初に、開業したのが、開業した、初代の新潟駅でそうです。で、まあ、その後ですね、まあ、新潟市は、まあ、その市街地に最も近いこの新潟駅をですね中心に発展を遂げていき、まあ、駅舎などが、まあ、手狭なのと、まあ、乗り換えの悪さから利便性を向上するために現在の位置に駅舎を建て替えたそうです。ということで、まあ、軽い、ご説明をさせていただきましたが、まあ、行き方の説明に行きたいと思います。まず行きはですね、山手線の内回りに乗りまして田端駅から池袋駅まで行きます。ここで4駅です。そして埼京線に乗り換えまして池袋駅から大宮駅まで行きます。ここで14駅です。そして新幹線トキに乗りまして大宮駅から目的駅の新潟駅まで行きます。ここで6駅で、行きは合計しますと24駅ということで、はい、はい、結構ちょうどいいぐらいですね。そうですね。で帰りなんですが、帰りは、同じく新幹線トキに乗りまして、まあ、新潟駅から今度は東京駅ですねまで行きまして、ここで8駅です。そして中央線に乗り換えまして東京駅から新宿駅まで行きます。ここで10駅です。そして、山手線外回りに乗り換えまして新宿駅から田端駅まで行きます。ここで8駅合わせますと26駅ということで、ジャスト50で、新潟駅に次に行くことができました。まあ、感想なんですが、はい、まあ、ちょっと今回ですね、人が多くやっぱり逃げてましたね。その乗車人員
乗車人員がやっぱ3万超えてくる駅なの で、ね、やっぱり人がすごい、まあ、このその観光地とはまた違うそのサラリーマンだったり学生の方だったりもうそういう本当にあもう生活の中心になった駅なんだなっていう ふうにそんな感じでもう賑わっていましたね。そしてですね、やっぱりですけど新潟もそうなんですけれども、はい、海鮮系のその僕ちょっと食べた駅前でちょっと食べたんですけどやっぱ美味しいですね、はい、やっぱ海産物が本当に美味しくてやっぱりあなんかそういう海が近いっていうのもあるんだろうけどやっぱ海が近いっていいなってすごいもう俺ずっとこれ言ってるけどやっぱ海っていいなってすごいいいなって思う。海鮮丼みたいなのを食べたんですか。そう海鮮丼みたいなのを食べてあやっぱりな海が近いとこういうのも鮮度よく食べれるんだなみたいな、うん、どの目線で言ってるか分かんないけど、うん、な感じであいいなと思いましたね。駅の中にあるんですか。結構そうだ駅の中のやつで食べたね。うーんであとやっぱり新潟なので、まあ、やっぱ豪雪地帯と言われるぐらいなんで、はい、やっぱり寒いですね。この時期はすごいですね。そうですよね、はい、本当にでその関東に帰ってきた時のこの新幹線降りた時に寒いはずなのに、はい、さっきまであの新潟のその冷たさと関東の冷たさが、うん、あやっぱ違うなと思って関東の方があったかいな、まあったかいわけではないんだけどあったかいなって感じちゃった部分がやっぱあったね。安田さんが行った時は雪は降ってなかった。うわ降ってなかった降ってなかったまだ降ってなかったね。寒いそうですね。そうだね、だから甲子君はもっとだから新潟よりもっと来たでしょ。えでもあの新潟の方が降るんですよ。あそうなんだ。降雪僕の住んでるところよりは多分あ降るんだ何メートルも降る。ああなるほどね、はい、じゃあやっぱ寒いんだね。うんそうですね。で最後にですね、まあ、感想の最後やっぱあのこの行く目的でちょっとだけ言ったあの日本酒をちょっとあの、はい、まあ試飲じゃないですけどあのねいろいろと何個か飲んだんですけどやっぱどれも美味しくて何を買おうか迷っちゃったね。もうまあ結局あのねあの一番最初に飲んだやつを買ったんだけどまあでもどれもね僅差でね。まあやっぱね結構いろんなやつ飲んだんですか。いろんな種類飲んだね。あうんそうだね辛口やるから甘口まで、あの結構いろんな幅広くあってあー美味しいなと思ってでこれで試飲だけで酔っちゃうんじゃないかなと思ってやめた、うん、飲みすぎて試飲だけで飲みすぎちゃうのちょっと良くないなと思って、うん、でも買おうと思ってでさ結局さ飲みすぎるとさもう味がさどんどんさ寄ってきてさ、うん、分かんなくなってきちゃうから、うん、この辺でしようみたいな感じで決まって、はい、なんかね僕の中で一番初めに飲んだのが一番インパクトがあったからそれを買ってきてまあね、うん、正月でね、うん、家族みんなで飲んだっていう話なんですけど結構日本酒だとあれですよね熱燗だったりいろんな飲み方がありますけど、うん、冷やで飲んだんですか。そうだね冷やが一番の、まあ、飲みやすいっていうのもあるからね。寒い中で冷やそうだねなかなか、まあ、いいんだよあったかい部屋で飲む冷やがいいんだよあったかいのあそこはあったかかったんですあそんな外で死になるしねえよ店の中だよそっかそうですねはいということでね、はい以上今月の MJ15 のコーナーでした。西本光大のミニミニ放送局。さていきなりですがこのコーナー西本光大のミニミニ放送局はですねプラスボックス新人俳優の西本光大くんのコーナーです。そうなんです、実は先月この番組で、初めての、ラジオ出演を果たした西本くんなんですが、はいまだまだ喋り足りないということでプロデューサーさんのご配慮で、急遽、はい単発ミニコーナーを持つことになりました。西本くんはラジオが好きということで、まあ、どういったテーマについて話してもらおうかと、まあ、作家さんと考えたんですが、まあ、やはりタイムリーネタで、今回はお正月ということでですね、まあ、今まで一番思い出に残っているお正月エピソードベスト3について話してもらおうと思います。それでは、緊張していると思いますが、これからは、西本くんにマイクを渡してですね、はい一応彼一人で進行してまいりますのでラジオをお聞きの皆様も広いお心でお聞きください。まあ、それでは大変お待たせいたしました西本光大くんです。はい、ここからは本当に、コーナー終わりまで一人で進行していいからではどうぞ。はい、ラジオをお聞きの皆様明けましておめでとうございます。プラスボックス新人俳優の西本光大です。どうぞよろしくお願いいたします。さてそれでは西本光大的
お正月エピソードベスト3の発表です。はい、はい、では第3位はですね、はい、小学校高学年の頃に行った、厄払いのお話です。父に誘われて初詣に行って、うん、でそしたら自分が厄年だったっていうことが発覚して、でそれで親に、厄払い一緒に行こうかと言われまして、で神社の中に入って、うん、住職さんにこうあの白いわさわさっていうのがあるじゃないですか。 あります、ね、あれで正座してるところに振ってもらって、うん、でそれで厄払いをして無事厄払いしてもらい、はい、終わりでなんですけど、うん、その年に怪我をしてしまいまして、はい、それなんですけども、まあポジティブに考えて、あ、厄払いしたことによってこの程度で済んだんだなと思い込むっていうことはしました。なね、はい、ちなみにだけどさ、その俺の考えから的にはね、厄払いしちゃったのに怪我しちゃったんだっていうさ思考になっちゃったんで、ね、そうです、あの最初はそうです。でもでもあの時間経過するにつれて、あ、そっか、厄払いしたからこの程度かと思うようにしました。思うようにしました。見方が見方が変わったってこと。あ、なるほどね、捉え方だよね、捉え方、要は捉え方です。そっちの方がなんかこうポジティブに捉えられますからね、1年を過ごすにあたって。そうですね、ポジティブにということで、はい、行きましょう。あ、では第2位に行かせていただきまして、はい、はい、では第2位は、中学3年生の頃の高校受験真っ只中のお正月で、はい、お年玉をもらって初めて CD を買ったというものなんですけど、アニメが大好きだったその当時、はい、エンディングに使われた曲が本当に自分の中で好きで、うん、ずっとその時期聴いてて、さすがに CD が欲しいなというふうになって、そんだけ聴いてれば、はい、でそれでお年玉をもらって、その当日3,000円持ってツタヤに行きました。その正月はそうですね、でそれで受験勉強を それを聞きながらやって、見事高校受験第一志望合格しました。はい、じゃあその曲で頑張れたってことですね。そうですね、後押しされて。結構ありますよね、そういう曲というか、うん、そういう場面というか、ね、あ、そうだね、これがあったからこそ頑張れるっていうね、あ、自分の中の名曲みたいなね。なるほどね、もうね、俺もね、その受験の時はさ曲じゃないんだけど、そのラジオを聞きながら、はい、その流しながら勉強するみたいな感じのことをやってたからさ、確かにさ、そのなんかを聞きながらさ勉強って結構集中するよね。そうです、逆に集中できます。結構僕あのカフェとかの、うん、カフェとかでこうやって周りが動いてるじゃないですか、うん、運んできたりなんかいらっしゃいませとか、うん、そういうの聞いてると、うん、逆にやる気になっちゃって、進んじゃうっていうことが、雑踏の中でできる、雑踏の中の方が僕はやりやすいかな。まあね、集中の仕方はね、人それぞれ、うん、そうですね、あのさ、一つ思うのがさ、そのさ、ラジオでも何でもいいけどさ、たまにさちょっと休憩しようって思う時あるじゃん。はい、あります、勉強でもさ。でさ、うん、休憩してるその時さ、タイミングよくさ親とか入ってこない来ます。なんで測ったかで、あんた勉強しなさいよってすごい言われたとさ記憶があるんだけど、いや今休憩入ったばっかりって言うわけにもいかずさ、はいっつって、ね、ちょうどこうね、あの机を開けたらゲームが入ってて、それをこうやり始めた時も入ってきちゃうっていうね、タイミングすごいすごい ねやっぱ測ってんかね、うん、測ってんか、測ってる、見てるんじゃない、見てるんか、監視されてんのか俺は。ついてるか、大丈夫、まあ ねこんなことでね、はい、ということで、まあ、第1位ね、あ、発表しちゃおうか。はい、じゃあ西本広大的お正月エピソード第1位は、はい、はい、やっぱりお料理ですかね。毎年のお料理、お料理、お料理の話、いきなりあれだね、なんかふわっとしたね。そうなんです、もう毎年ほぼ毎年なんですけど、はい、自分の家庭はおせちはあんまり食べないです。でその代わり、うん、あの大晦日とお正月はだいたいすき焼きを食べてます。へー、すき焼きといえばお正月で大晦日だろうっていうのが固定概念であって。でそうなんですよ、で毎年食べてテレビ見ながら卵溶きながら食べて、そう、それがお正月の風景など、ね、そうなんですよ、もう小さい頃からそれを刻まれてるので日本の文化だと思って、で実は違かったんだっていうことに、でもまあいいかなと思い、それはね、もうね、各家庭にね、そのお正月のね、はい、その過ごし方ってあるからね、はい、面白いと、ね、逆におせち食べますか。おせちは、うちは、うん、同じで全然食べないんですよ正直。食べないで逆にあの
カニとか食べます。かーカニか、贅沢だねそれも。それもそれで、ね、贅沢だね。僕はどっちかっていうとカニっていうイメージ。あーいいですね。なんかそうなると普通の俺がなんかインパクトないよね。俺んちはもう本当に普通におせち料理を用意して、うん、親戚みんなで食べるっていう、本当に日本的文化をすいませんなんか全然やらせていただいております。いいじゃないですか日本文化。だからね、そうだね、俺はなんかすき焼きっていうのはどっちかっていうとね、お正月ってイメージはないです、ね、俺はないかな。そうそう、改めて思います、うん、はい。それは逆にさ、そのおせちだってあ違うんだって知ったのいつなの。いやでも中学とか小高校なんかテレビで多分幼稚園生の頃のテレビとか見てるとお正月のおせちのというかバーって毎年流れるんで、なんでだろうなって思ったらそれが文化だったね。すき焼きじゃないんだ。すき焼きじゃないんだ。そうそうなんです。すき焼きじゃないんだっていう。でも贅沢だねすき焼きなんて。うん、そうですね、俺も祝い事ぐらいしか食べないねすき焼きは。どんな感じ。あと例えばだけどその誕生日とか。ああ誕生日。そのケーキじゃなくてすき焼きみたいな。あとはなんだろうな、運動会の日とか、なんだその日の夜とかが焼肉だったりとかあるし、あ今年はすき焼きかみたいな。俺んちはそういう感じ。頑張ったねっていう。そう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 、ご褒美的なイメージがあります。ご褒美的な感じはね、そういう感じかな。うちではね、すき焼きを食べるといえばね。なるほど。カニはねマジで食わない、そんなに。カニ食べないです、ね、栃木だったからかな、海が近くないからかどうかだけど、カニがね、あのねカニカマですら俺もうね、あカニだと思ってた人間だったから、ちっちゃい頃ね、すき焼きと同じ感じです。そうこれはカニだと思ってる。なるほど。カニ、ね、コシ君はね逆にさ、そのさ、はい、そのなんだやっぱその正月といえば餅とか食うじゃん。餅食べますよ、うち。餅を、うん、あの薄はないですよ、うん、薄。ただあの餅を作る機械があるんですよ。あーすごいね。ポポ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 、それがだいたい1月2日か3日の朝にその音で起こされるってこと。何の音。なるほどね。ありますよね、コウシ君の家ではね。そうやってね、お餅をね、お餅で起こされるということで、はい、ということでね、まあそろそろねこのミニミニ放送局を締めていきたいなと思います。はい、今月のプレイリポート、改めまして今お聞きの放送セカンドベース、担当は安田雅史と的場講師でお送りしてまいります。さて続いてのコーナーは講師くんが毎月見てきた舞台についてリポートしてくれるコーナー、題して今月のプレイリポート。今回はなかなか、先月がラジオをいつもお聞きいただいてる皆さんならご存知ですが、まあ、講師くんが、まあ、卒業公演ということでですね、まあ、なかなかスケジュール的に厳しかったようで、まあ、11月に見てきた舞台についてリポートしていただきます。では講師くんお願いします。かしこまりました。それでは、今回は11月11日ポッキーの日ですね。ポッキーの日に、はい、東京は、三軒茶屋にあります世田谷パブリックシアターで上映されていた終わりのないを、感激してまいりました。はい、こちらの舞台、終わりのないはですね、2003年に、旗揚げされた、脚本演出前川智博さんの、智博さん主催の、オリジナルの SF やオカルト作品、ホラー作品を、創作する劇団生き埋めの、作品となっております。新作となっております。出演者は、山田裕貴さん、直さん、中村徹さん、村岡のぞみさんがいらっしゃいました。簡単になんですけれども、あらすじの方を、ご説明させていただきたいと思います。はい、主人公は、18歳のユーリ。幼い頃と違い、旅の中で、目的地を見失い、立ち止まっていた。ある日ユーリは、両親と幼馴染に、湖畔のキャンプに、連れ出されていきます。そこで両親の離婚、幼馴染の進学、幼馴染のですね出家により、来年から一人で、生きていかなくてはならないことを知らされます。困惑したユーリは、過去に思いを馳せ、いつの間にか、ユーリの意識は、キャンプ場を離れ、奇妙な旅に出ることになります。そこは、32世紀の宇宙船の中、また、地球によく似た見知なる惑星、その中で、自分の目的地をですね、探そうとする、お話になっております。はい、
僕はですね、前にこちらの生き埋めさんの獣の柱という舞台を観劇しに行かせていただいたことがありまして、はい、その時にも感じたことなんですけれども、はい、やっぱあの SF っていう作品ってちょっと受け入れ、捉えにくい部分があるのかなっていう部分がありますよね。あの今回はあの主人公があの思春期なんですよ。18歳のユーリーという方は今、うん、思春期でその孤独感を感じておりまして、うん、僕はこちらの作品を拝見して最初に思ったことが、うん、この思春期に感じる孤独感っていうのと、例えばこの作品の中ですと、その地球によく似た見知なる惑星に突如落とされたっていうその感覚っていうのは似たものがあるんじゃないかなっていうのをこう改めて感じまして、だからこそそのある意味そこ現実的な部分を描くんじゃなくて SF っていう表現方法を使うことによってその孤独感っていうのをよりこうね明確に表現しているのではないかなっていうふうに感じました。確かに。だからですね、こうまた SF を使って主人公をいろんなこう時間帯時間軸を別々にして、その中でこう人間臭いと言いますかね、こう本当にこうこの作品の中でよく出てくるセリフがあるんですよ。こう会いたいとか帰りたいとか、ずっと一緒にいたいとか、結構あの日常で言うとちょっと恥ずかしくなりませんか。そうだね、あんまり使 う, そ う, ですよ、ね、こう感じの言葉じゃないもんね、うん、なのでそういう言葉がどんどんこう出てくるんですよ、うん、ガン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 。でもこう不思議とそこまでこう違和感が感じないというか、うん、SF ならでは の, その世界観だからこそものすごくこう親身に感じる部分があって、あ、なるほど、ね、面白い舞台だなと感じました。こう前回のこう生き埋めの、獣の柱を観劇した時もそうなんですけれども、はい、本当にこう答えが出ない舞台だなと見終わって思いまして、うん、その結構終わった後もなんであそこで主人公はその選択をしたんだろうとか、別の選択をしたならどういう、ね、その結果が待っていたんじゃ待っているのかなってい う, こうクエスチョンマークが頭の中に多く残りまして、本当にこう癖になる舞台だなと心から思いました。はい、またこうユーリをですね、こう主人公のユーリを演じられた山田裕貴さんはですね、本当にこう演技が自然体に感じまして、こう劇中の中でこれは僕の物語だっていう最初あるんですよ、その一番最初に一番セリフ？セリフです、うんうん、これは僕の物語だっていうセリフがあって、うん、で最後の最後締めの言葉が、うん、これが僕たちの物語だでもあるんですよね。おその全てがこう凝縮された、あなんか僕の中ですけどなんかある種こう主張を見てるような、僕はこう思いますっていう感覚で、その全てその劇全てがメッセージになっている感覚があって、すごいゾワッとした感覚がありました。なるほどね。確かにね、なんかさそういうこ答えのないっていうのはさ、うん、それはなんだろうさ、俺の中の言いくるめるとさ、はい、その一人一人が答えが持ってるみたいな感じの捉え方ができるかなって僕の中では思ってさ、あそう、答えがないっていうことはその人の捉え方次第っていう。そうですね、だから孔子君なりのその考えが正解そうですね、かもしれない し、うん、正解でもないけど、でもそれは別に正解なんだろうと思う、多分あそれはね、孔子君が思ったっていうことは。あなるほど。だから答えが出ないっていうか、それはその、うん、どう捉えるかはお客さん次第ですよみたいな感じを投げかけてる部分が確かにすごいなって俺その聞いてて、うん、お答えが出ないってさ、逆にさだって答えが出ないってことはさ、うん、もしかしたらだけどなんだこの作品って終わっちゃう可能性もあるわけじゃん、うん、そうですね。だからさ、だから聞いてる感じだと、あすごいなって思う。そっか、そうやって感じることもできる舞台だったんですね。そうそうそう。で僕はですね、またあの生き埋めさんの作品を見に行かせていただきたいと思います、うん、はい、よろしくお願いします。以上、今月のプレイリポートのコーナーでした。皆さん、もうエンディングの時間になっていただきました。なってまいりました、はい、今回の放送皆さんいかがだったでしょうか。僕はですね、本当に楽
楽しい。あ、最近そうですね、あのさっきの生き埋めさんの話もそうなんですけれども、うん、本当に自分で語るって面白い感じですね。そうだ、ラジオだからね。はい、はい、ということはですね、はい、まあそれではセカンドベース、次回も同じ時間にお目にかかりたいと思います。番組パーソナリティは僕安田雅史と的場浩司でした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。